安全を確認。作戦地域を調べて安全か確かめろ。 見つけたら最初の一発は俺に殴らせろ。間抜けな人殺しだ。きっと足跡を残している。
い、エイジ、別のプロパガンダ施設を発見した。行って暴れて吹っ飛ばしてくれ。いつもの感じでな。場所は送信済みだ。話は変わるけど、ちゃんと体は洗えてるか？あーってのは今の仕事柄、毎日あちこち走り回って汗かいて、同じ下着を1日半とかずっとつけたままだろ。仕事柄な、絶対まだずれになってんだろ。マジでめちゃくちゃケツが痒くてどうしようもなくなったりしてんだよな。悪と戦う時にケツを清潔にしておくのは大切なことだ。あれ、また脱線しちゃった？聞いてる？悪い悪い。でもお前が心配でしょうがない。上から下まで何を食べてるか、何でケツを拭いてるかとか、全部大事なことだ。ま、気にしないでくれ。プロパガンダ施設は頼んだ。何があの音を出してるんだ？
奴はいないぞ。そちらに向かってる。
援軍を送る。敵を確認。三十は俺が撃つ。覚悟するんだな。上に登ると車両をぶっ潰せ。ゴールデンバスはいつでも戦えるぞ。まもなく到着する。手を貸してやろう。加減はいいか。
あるのみだ。何もない。異常なしだ。ヤフッサイ、お前は許されんぞ。メネが思い知らせてやれ。Thank you.
実際に敵がいるか探し出すんだ。了解した。奴はいないぞ。隅々まで探せ。誰がやったか突き止めろ。すぐにだ。手を抜くなよ。探し出せ。セクター異常なし。国王のために。警戒態勢。これはミン様の兵士だ。これからもずっと。さすがに多すぎるだろう。
やったやつをぶっ殺せ。了解した。痕跡を残さないものはない。あの異常者を探せ。何かいるぞ、確認しろ。よそ者が混じってるぞ、探し出せ。好きにさせる者か、ヤツを見つけろ。隅々まで探せ。ちょっと調べてみる。何もなければいいが。分かった、我慢しろよ。下にいるぞ。燃えろ燃えろ。お前もそのうち死体だ。茂みを覆っているようだ。
敵を探せ。周辺をくまなく調べるんだ。気を抜くなよ。人間のエキスが香水のように。異常なし。敵は消えた模様。
倒せ。スナイパーはシカプールの基地から谷全体をカバーできるぞ。エリア内にゲールを確認。下にいるぞ。警報を出す。ぶっ放せ！機関銃を撃つぞ！
からは逃げ切れねえぞ。母親でもわからないぐらいズタズタにしてやる。たとえ逃げてもいつかは見つかるんだ。注意を固めろ。援護しろ。俺が登る。セクター異常なし。でも食らえ。俺は不死身だ。俺と避難しよう。かわいそうに。俺は不死身だ。見つけないと民様に処刑されるぞ。とことん調べろ。ゲールが消えた。今にはもっとわめき。